好きじゃなかった。足ダネ好きじゃん。そうだ、俺全然見てないけど、それそうなの、そんな感じなんだ。まあいいよ、とりあえず使えたら使うから、まあ、気にしないで喋ろう。わかりました。気にせず喋ります。そうやって撮ってたの。そうそうそう。せめて飯食ってないとどうすんの。あ、まあ、だね、食い終わったから、食い終わった後にその撮ろうって言って、食い終わってから1時間半ぐらいずっと喋ってたからね。いや、それ見てないんだよ、早くさ。見た方がいい。いや、俺全部見たよ、ちゃんと。面白かったよ。聞き流した方がいい。リバイスで見たよ、ちょうどいい。聞き流した方がいいよ。東京都、逆に何話したの。東京都2部の時の青キングの話とか、すごい。さすが。さすがミスター青キング。青キングの歴史についてすごい。そうそう。いや、そう、途中から、なんかテーマ作って喋りましょうかって言って。あ、なるほどね。堀さんが振ってね。そう、ノーテーマだったから。なるほどね。最初はもう本当雑談だった。あ、そう、てかさっきね、うのちゃんからね、コバってどうやって F2 入ったんですかって聞かれてさ、俺もその辺知らないなと思って、よかったらそれ以上教えてよ。で、最初さ、コサリビアの時、世田谷だったよね。そうです。世田谷は何人いたの。世田谷は半年。あ、半年。あ、そうなの。そんなに良かったの。その後にすぐクラウド行って。あ、ほんと。そうなんだ。クラウドで 4,5 年かな。おー、22,3 ぐらいまで。そっからはもう手に出しましたね。あ、クラウドの後どっか行ったの。クラウドの後どこだった。どこまで行っても。あ、リベル、リベル行って。リベル、リベル、リベルティーの八王子。あー、いたね、なんか少しね。行って、で、1年でまたクラウド戻ってきて、で、もうバイラールなのか。バイラーでね。ちょっとバイラーでね、確かにね。練習試合やったもんね。で、やっぱ、もう、F リーグ。あー、バイラールか。で、います。おう、なんでバイラールにいて、なんか白山受けようかなと思ったの。いや、あの、バイラールに入るときに、うん、バイラールと白山のときに、うん、白山で悩んでたんですよ。あ、そうなんだ。こだわりを、あの、お話しいただいてて。おう、で、顔まがいとセットもしてたんですか。顔まがいとセットもしてたんですか。はい、はい、はい、はい。はい、ありがとうございます。セットも取られてる。そうなんだ。多分え、てか、コバって何、そんな早くからやってたってこと。そう、何歳だ。16とか。え、マジ。死んだよ、1年生の時にフットサル。マジ。あ、そうなんだ。その時に小さめ来たから。なるほどね。しばる中央公園道場で敬語を使えない高校生。さっき言ったけど。なるほどね。だからミスター大きめなのね。長いっすよ。めちゃくちゃ長い。でも。え、パーツさんとか会ってないんですか。それで。かも。ああ、多分認識不足みたいなね。そう。そんな俺付き合いないの。でもなんかしばらくずっと来なかったもんね。そうですね。まあ石川いたんでしょ。ちょっと変わってる雰囲気がなんか似てる。石川行ったんで。なるほどね。それで白山行ったもんね。いや、俺もね、あそこにね、ちょっと F2 行けよって言ってんだけど、なかなか行くと言ってくれなくてね。本人が全く乗り切れようない。そう、コバから見て、あそこに F2 通用する。え、通用するんじゃないですか。おー、ほら。通用するかどうかっていうか、自分の意思次第です。あなたね。もう、行きたいって思えば、多分、倍速ぐらいで。相当頑張れば行けないし。F2 と F1 は結構差ある。そうだね。F2 だったら多分。まずね、気持ちがないとね、話にならないよね。気持ちとあと、どこまで失えるかじゃん。失えるか、まあ犠牲できるからね。まあそうだね。例えば、最初仕事でしょ、まず。仕事犠牲。返事する練習あるからってこと。もう基本、だってどのチームも平日2回以上があるし、たくさんの時間やるので、火曜日から金曜日までずっと朝7時9時で練習してて、朝7時9時だよ。あ、そうなんだ、いいね。で、俺は下手だったから、夜のアスピランツの練習も対応してたから、夜のアスピランツの練習。夜のアスピランツの練習は何時だって。あ、はい、もちろん、これ食べた。これ全部一緒。いいね。あれ？美味しそう、これ。間違ったかも。美味しそう。確かに。俺まだ食べてない。俺らだ。これ堀さんのかも。
もう日本語が片言すぎて分かんないです。ガポーとセットの人とは聞こえたけど、それ堀さんなんすか？俺カレー。まあ、A セットか。ああ、だからか。え？セットと、堀さんそう、セットと、これまだガポーも食べてない、これ。セットとガポーの人。あ、マジっすか？いいっすか？セットじゃなくてなんだ、プレートみたいな。ちょうど。多分間違ったんで。あ、わかりました。じゃあ、食べていいよ。いいよ。明日の活力のために、もう一個食べてもいい。大丈夫ですか？まあ、日本語がカタカトですからね。いやまあいいよ、まだあの間違ってこなかっただけ。間違ってくるときあるから普通に全然。でもうまいけど。でも七福神だったらいいよね。仕事と両立しやすいよね。そうですね。ね、コバなんか仕事してたの？仕事してました。タイヤの走行管理してました。練習やって仕事行って。で夜練習して。あ、夜見てたんだ。あ、夜見てました。カースイッキ。なんで白山アスピランツの練習帯同できるの？なんか提携したの？だけでいい。え、だってあの株組織。あ、そういうことね。松田じゃなくて白山のアスピランツあるの。あれあれアスピランツってね、いわゆるこう B チーム的な感じの、ね。あ、そうなんだ。そういうニュアンスなんだ。だから別に町田のアスピ特別な言葉じゃないから。そうなんだ。アスピランツって言ったら町田のイメージ、うん、あのイコールだと思うんだけど。そんなわけないからね。いろんなところにアスピランツあるから。確かに。で僕はコーナーで確かに府中は。サテライトでセグンドとかね、フライアスはセグンドで町田アスピランチちょうど分かれてるペナルティーじゃないですか。そうなんですよ、知らなかった。フーガーバッファローズだからね。みんな分けてるね、それはね。なんだけど、なんかイエローですね。まあ意識しんだろうね、きっとね。でもそっからの被んないように差別化してる。そうだろうね。 YS だけちょっと被ってますね。 YS はセカンドか。あれ YS セカンド、セカンドって使ってるけどか。あ、セカンド使ってないわ、そういうやつ。使ってないよね。もうちょうどほら、5つ分かれてる。セカンド、サテライト、アスピランチ、バッファローズ、セグンド。すごいね。そんな言い方が。そんなに良くない。そうだよ。セグンドって何だよ。セグンドはまた。セグンドは、リバンダー。日本、英語じゃないよね。ポルトガル語とかじゃない。なんかね、キーパーだけ数々のチームを渡り歩いて、なんか得るものありますか？もう青キングしかいないから、キーパーだけど、青キングしかいないから、なんかどういう感じなのかな、いろんなチーム見てくると。キーパーだけど、めちゃくちゃドリブル仕掛ける人は神戸にいて、わかんない。なんかあるでしょ、なんかなんかあるでしょ。このチーム俺に合った合わないとかさ、ここのチームのここは微妙だったとかさ。いや俺もどのチーム行ってもなんかキャラ変わんないんで。いやほらチームによってね、こういろいろやり方が違うじゃない。まずは不足があるなしからも違ったりするし、戦い方だってサインプレーだって違うじゃん。あ、まあ確かにそう。どう意識したらいいか分かんないし、あんま意識したことないですね。とりあえずなんか目の前のこと頑張るしかない。とにかくもうフットサルできれば全然どこも一緒みたいな。そうなんだ。逆にどういうチームが合う合わないないの、自分の中で。いやもう考えたことすらない。考えたことすらない。そう、すごいね。自分が合わせに行く。あ、ね、そういうこと？自分が合わせに行くんだ。すごいね。かたくなに変えないやつがいるからね。なんかさ、すげえクールなチームとか やりづらいとかあるじゃん。なんかあんま感情を表に出さないチームメイトが多い。それじゃパスで特に。だけど感情を表に出さないチーム入ったことがない。みんな俺だかった。クラウドとか淡々とやりそうなイメージだけど、クラウド、じゃあブラジル人やばいよ。ブラジル人が熱い。めちゃくちゃ熱いよ。え、なに、チアゴとかとやってたってこと？あ、やってました。いた。俺がまだ若造だった。あ、でもこれ確か若かったとこ、クラウド出れてなかったよね、確か試合。あんま出てない。そうだよね。ポイントポイントスマホはやらない。え、じゃあポイントポイントで出てたんだ。え、でもまずどうやって入んの？カウント1ブリューと俺の時はあのクラウドに行った時は群馬県一部の時からいたから、なんかチームが勝手に入れとかちょっと。そうなんだ。群馬県一部だ。え、群馬県一部の時に入ったの？そうっす。その時神奈川に住んでたっけ？そうっす。
神奈川から群馬まで行ったの？で、その次の年にあの群馬で生活してきてる。あ、そうなんだ。群馬に引っ越したんだ。すごいね。なんかその時になんかクラウドの上の人たちが、すごいな、あの強くしてやるみたいなこと言われて、俺は純粋でついていかん。あ、そうなんだ。確かに。クラウドは何？え、上のついていきそうメンバーたちが強くしてやるみたいな感じで、俺は純粋で言われてついていかん。あ、それ関東上がってタイミングの話？そう。ああ。え、逆になんで最初群馬の一部なんか行こうと思ったの？あ、いや、もう繋がってて。あ、知り合いがいたよね。これあるね。すごい、すごいっすよね。群馬県一部にしてるんです。移住も。確かにわざわざ行きたくないわ。なかなかできないよ、ね。なかなかできない。行動力やばいわ。いや、行動力はあいつらまあまあ上手いからすごいよね。やっぱ。マッスル。サッカーをデビュー例に身体能力が高いから。できちゃう。すげえな、マジで。なんで生まれそう、堀さんのカメラ。え、なになに？なんで生まれそう。大丈夫、大丈夫。キーパー始まりは。マンゴラシー、マンゴラシー。どれ全部あれ俺誰誰マンゴラッシュの種類でも要はあれどっちだラッシー俺はラッシー俺全部一緒にしたんで俺とはで要は専門技能だからラッシュはないかいででも最初のやつが最初になってあれあ、ソロマッシュだったらあ、じゃあ後でお願いします。2連続退場とかでなんか要はキーパーで逆に行きたいんだけどそうなったら平日の練習がなくてどうやってあんなに勝てるんですか？それ土日の活動のクオリティを高めてるだけだよ。それは間違いない。土日の活動のクオリティを高め続けてね。それは堀さんの指導力は間違いないです。土日のね、もう年々順位上がってるわけだから。そう、右肩上がりだからね。あれはもう指導の賜物以外ないですよ。どうなんだろうね。でもいや、すごいすごい。そういうことでしょ。確かに右肩で選手変わりながらね。しかも固定してないですよね、青木君は。うん、あんまり。そうね、あんまり。そうそう、年々5人以上は入れ替わってるかな、大体。いや、すごい。すごい。うん、まあでもそこについてはね、多分昔からいる林さんの方が詳しいと思うけど。さすがに、入れ替え激しいですか？なんかチームワークは大事らしいです。おじさんたちはいつも言ってます。仲悪い時代があったらしいんで。アズベルはどうだ？アズベル結構いいチームですよ。本当？だよね。じゃないと公式戦やらないもんね。うちシティに劇的な中に1分ぐらいで去年ボール向けしてそうですね。で、なんか監督も変わっちゃって普通の距離感じゃないけどどういう試合だったの？どういう試合だったの？結構熱かったっすね、みんな。あとはなんか監督の関係でもなんかみんなで頑張ろうっていう感じが見やされて止められるか監督もそんな支配しろって感じで盛り上げて頑張ろうみたいな感じだった。すごい。また雰囲気いいんだ。すごい。雰囲気はいいっす。全部で何人の今？18とか。18。多かった多かった。あんま出てない練習試合したけどあんま出てない人も多分出てない。いや三セット。本当？全員戦力なの？全く試合に絡めないですよ。はい、それはあのもちろんいます。ああ、やっぱ。多分やらざるを得ない。みんな練習ちゃんと来んの？ちゃんと来る、ちゃんと来ないです。素晴らしい。真面目なチームだね。マジで真面目です。去年までさ、なんか、大内潤さんみたいな人が監督でやったんですよ。ああ、そうです、大内さん。大内さん。いや、もうちょっと1対1。その人はなんで継続したの？継続、なんで監督継続したの？え、単純に多分成績、成績が悪かったから変えられたんじゃない。へえ、あ、そう。雇われ監督だったの？雇われ。あ、そうなんだ。シビアがどれだけ早くスライドできるかって面白い。それ誰が決めるの？オーナーみたいな人がいるの？一応代表がいて、多分シビアな。このままじゃまずいって思ったんじゃないですか。代表選手じゃない人全く。もう全然。おっさん？おっさん。
あれアズベレなんか株組織とかあんなっけ？ありますよ。あ、本当。あ、もう小学校、中学校、高校みたいな。あ、そのトップチーム的な。そうですね。アズベール育ちの高校生結構出てくるんで、あ、なるほどね、ちゃんと続けてくれれば、あ、じゃあちゃんとしたクラブチームなのね。そうですね、なるほどね。でも俺が高校の時もアズベールってすごい組織がされてたからすごい、ね、ホームコートがあったっけ？ホームコート今日 MFP が下げて、それでそこから今日はスポンサーにはなってくる。ホームコート持ってるなんかチームなかったっけ？ジオックスだっけ？ジオックスは確か持ってますね。なんかそういうチーム聞いたことあるんですよ。カナダで。ジオックスは芝っすけどね。あ、芝だ。いや、そういうのすごい。そうだから藤沢の人がこっち来いって言ってたら、そうたまにそう、あそこにね、コイスで誰か話しかけたらしくて、その練習試合だった時に。あ、そうなんですか。あ、コバじゃないんだよね。あ、コバじゃない。コバ以外の、コバ以外の誰かがあそこに行ったんだよね。うん、え、どんな感じで言われたの？いや、別にそんな強くは言われてないけど、あそこにはこっち来てくださいよみたいな。あ、それはごもっともない。そういつも決まってるから隠したいって、隠したいって言うね。まず、あんまり言えないんですけど、俺、藤沢に取ってる情報知らないです。取ってる情報？コートを取っ、藤沢がこの日練習試合募集してるっていう情報を知らないから、うん、だから、堀さんからこの日ならできるよっていうのをそのまま流して、そのまま言ってるだけなんで。なるほどね。俺経由すると藤沢ではできない。あ、そういうことね。まず藤沢でいつやりたいのかがわからないから、ね、あ、そういうことね。あっちから、あっちからオファーしてくんないかな。そうなんですよ。あつめるって言うとき、堀さんがコバに言ってるの。そうだよ、俺がいつもオファーしてんだから。もうあっちから、やっぱね、わざわざ関東から東の一部なんか練習じゃなんか組んでくんないから。いや、俺はむちゃやりたいけどね。またやりたいって言ってたよ、みんな。あ、そうなの？普通に負けてるし。あ、そうだっけ。はい、でもなんかアズベルあれらしいですよ。トリーグのチームにあんま勝ててないらしいですよ。へー、あ、そうなんだ。意外と。まあ、レゴにも負けたってこと。ああ、確かにね。うん、みんなトリーグのチーム強いって言って帰ってますよ。そうなの。ちなみにアズベから神奈川県選抜何人入ったの？2人ですね。2人。13番の人、もうシュートむちゃくちゃ打つ、覚えてないな。ファーストセットで、で確かにピボ強いのいたイメージあるけど覚えてないな。結構なんか覚えられてないな。でも田中碧みたいなやつは確かに体の使い方めっちゃ良かった。まあ、ベルマーレでやってたからね。なってるつもりだったんで。ん？何、元？個人的には慣れ元F3人いんの？そうなの。元F3人。俺入れたら3人です。おー、いいね。でもなんか宮崎君の作曲が違う。マジで、あの田中碧みたいなやつ、元エグなの？ベルマーレで、1年、俺と同じぐらいだった。でも、あそでも F 行けるよ。そんな汗ない。でも行けるよ。そんな汗ない。年齢的に一度チャンス。そうだよ、仕事なんか死ぬまでできんだから。仕事なんか死ぬまでできんだから。どんなか遊んでる場合じゃねえぞ。遊んでんの、ほんのと。いや、遊んでる、遊んでんすよ。マジっすか、マジっすか。初耳ですよ。初耳ですよ。女と遊んでるじゃなくて。そんなに毎回。女じゃん。彼女？彼女。彼女いんの？あ、そう。連れてきたじゃないですか、それ。あれだけ。もう一回連れてきてよ。確かに。いやいや、もう正式な彼女として紹介してよ。うわ。もう、やったじゃん。ちゃんと仲良くやってよ、ちゃんと。じゃあ、ちゃん仲良くやってる、みんな。ケバちゃんと仲良くやってる。怖いね、それは。我々嫌われた可能性。いる？いる人いる？俺大丈夫。さ、我々結構。いや、でも志望すごいっすね。あんな仕事すると思わなかった、ちゃんと。うん、俺渡辺さんも受けた人だからさ、結構我々と考えた。いや、前にね、1シーズンぐらい終わった時に、なんかもうちょっといろいろやりたいって言ってたから。積極性高いね、みたいな。最初はどんな感じに言ってるんだよね。
なんかダクさんの彼氏っすよ、結構なんか今ね、あのしかも余白を使いたい、結婚するの結婚、おえーすげー、青木の招待されるんすか、多分ね、結構みんな好きんじゃん、いや行くんだろ、この日程決まってるし、リーグ戦の翌日だから、そうそうそう、ちょうどよかった、そうしたのかわかんない、そういうのはちょっとなんかダサいっていうか、それは実質今一人だ、ああ、これはやぼだ、そうっすね、あれでも小学生の大丈夫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 危ないことは言ってたよ、ね、どうぞ聞かない聞かない、オリさん危ないよ、オリさん危ない、本当にいいろいろ問題起こるから、いやいや大丈夫大丈夫、オリさん普通流しちゃダメでしょって、ちょっとグレーなとこ流しに行ったの、これ誰流しだったからこの前ちゃんと1時間半ちゃんとあの仕事しながら聞いてるからね、荷造りしながら聞いてるから、さすがいいラジオでしょこれ、素敵なラジオでしょ、ラジオ感覚はラジオ感覚、ラジオ動画見たらなんだけど、今日ほぼほぼだった、いやいやここだけです、ここだけ、ここだけ、ここだけ、前半ね、すごいよね、俺周平正直仕事と結婚まで行くと思わなかったわ、確かに、まあね、ほど哀愁とか多分優しいんじゃない、周平は優しいっていうのはまあ間違いなくある、最初の表紙だけ優しくて、上手選手撮ってんすか、選手選手選手、まあ、全部 SNS インターネット向こうから全部インターネット、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 すごいね、まあ、全部インターネット、まあ、もしくは、まあ、学生とかだったらその友達で来たりとか、まあ、元チームメイトで来たりとかっていうのは最近あるけど、もう基本的には全部インターネット、ひたすらインターネット、あれだな、体験さ、なんかどのタイミングでもほぼ受け入れる試合まで、どうそう俺からスカウトしようとない変なやつはもう最後今絶対に制限される2部まではもう来るものままずで基本的には入れたけど、でも何人かはちょっとね断ったっていうか、そういう感じはある、制限のやつはいいんだけど、1部になってからはもうある程度断る率が高くなったけど、ごめんなさいみたいな、そうそうそう、壁を殺したとか、まあそれはセットだよね、叩く、で、あと次は次はね、サイゼリアを叩く、境界線って何ですか、断らない、俺らはもう実力もあるし、あとまあ人間的なところ、いい順位にはかなりおすすめだけど、実力もあるし、プレースタイルが合うか合わないかもあるし、D24 をやっぱり頼むのが最低、遅刻するしないとか、早速厳しいらしいですね、違う違う、普通僕は当たり前のこと当たり前にあればそんなの全然聞かんない、あの1時間半の対談動画ずっと聞いてたら、その点がすごい、あの忘れ物をするのそれは早瀬さんが動画でちょっと大げさに言ってたけど、風紀になったっていうの、俺それ知らなかった、知らなかったそれ、風紀組だったんだっけなんて、あれあれだよ、あれ違う、あれ陽さんが急に言い始めたのが起こったんで、あれ自分からやめるって言ったんだっけ、陽さんがなんか陽ちゃんがなんかそういう話に持ってって縮小を上げたらいい、誰も反論しないからその流れになります、いや全然いいですけど、陽ちゃんなんて言ったっけ、あそが遅刻が多いから変えましょう、いやなんて言ってたっけな、いやそんな感じじゃないけど、いやでも風紀組もどうしましょうかみたいな、そういや全然悪気はないと思う、なんかいつもあの天然な感じでさ、多分だけど、そうしたらなんか話がトントン拍子に進んだ、ああ変わっちゃったみたいな、今風紀誰ですか、いや今周平ですよ、周平やってる、周平やってるやってる、その聴衆データだけ定期的に渡して、そうなんですね、林さん的にはその方が良かったでしょう、おもちゃ文化があるじゃないですか、あ、そうですね、聴衆係としての能力が、だけどこいつ注意しちゃうと自分がやっちゃうんで、その点周辺一回もやってないんですよ、時間すっげえ回るんですよ、あ結構来るの早いですもんね、もう仕事一緒に30分ぐらい前に全然嫌な時間に、そっか、あそこは遅刻をするからね、要は、サイゼリア用途の人たちは、あそこは1回ぐらいやりましたからね、はい、っていうコンプレックスがめっちゃあるよね、まあ大丈夫です、最近は早瀬さんが勝った方には回ります、別に誰でも、いやまあ周辺も、調子っていうか、めっちゃある、それはあります、我らは、本格イタリアを多分、仕事を持って、食べてるかもしれないけど、私たちには、サイゼリアしか入ってないから、切れてるわけです。もう林さんもなんか一応この間でリーグ戦のスタッツを書いてたらしいじゃないですか、そう言いましたけど、えマジ、あれどういう分析してたんですか、勝ち馬に乗る的な、そういうところに乗る的になりたいからね、みんなね、誰が
何回出るかとか全部チェックして、で全部回数書いて、僕なりにちょっと評価点してなかったようなやつとか。マジ？それはみんなにフィードバックしないですか？いや僕はコーチじゃないんで、その評価はさらさないくないなと思ってて、でなんか変わるかダイレクトメッセージで、はい、教えてくださいって言って、変わった感じで書いたものは押しました。本当に何点も。マジ？カルツさんそんなもんじゃない？僕常々こう人類の評価が高いと思うんですけど。これは誰がどうしてる？ちなみに阿蘇くんが MVP。 俺でも、まあ、そりゃそうだよ、点は取ったんだけど守備もねすごい切った。でも俺動画見たけどマジでひどすぎて途中で見るのやめたわ。え、自分の敵？あんまりないな。あれひどくない？ひどかった。俺の中でヨモちゃんとシバがちょっとダメだった。チョロ死ね。あれはまあ面白いに出してたらヨモさんがいつも通り決めてればもっと楽に進めてた。結構チャンスある。ハヤスさんのその評価点、評価ポイントはみんなどんな感じだったんですか？ハヤスさん水いらない？たくさん長く出てたからみんななんか水これが前半でこれだけ。あ、普通に上品ですし、すごいな、ちゃんとやってんの。ハルさん、そんなことやってたら、ね、誰が出たかっていうのを外交で活躍したって半分以上してそのセットできる僕なりにチェックして、で終わったら回数誰が何回出たとか書いて、で僕なりの点数か。これ前半でこれが10が満点ですか？いや、5点満点。仕事中、仕事しかも順調に成り立つ成功をやって、まあ周辺とカメラちょっと少なかったので、そうですね、会見とかを持ち込みちょっと近づくみたいな。ハヤツさん、ストーリーヒロシさんのこと目に持たないで早く会見してください。俺ストーリー見れないんですよ、見たいのに。いや、今少ない30人くらいしかない。確かに仕様もないレベルようなレベルなので、本当にどんどん思っちゃうんで、決めちゃう。え、ハヤトさん、わかりましたよ、わかりましたよ、そんなに言うなら持ってるよ。あった、ハヤト、それだ。ハヤトさん、フォローしましたよ。はい、OK してください。変な名前のやつ、落としたいやつ以外に入れればいいんだけど、これじゃない、これじゃない、新しい。それファシズムと共産主義かで、ファシズムとナチュレルだと一致と同じじゃん。あ、俺それそれそれ、今こっちだ、絶対違うだろ。最近変えたいの。ストーリー専用の早ストーリーを。はいはいはい、あ、なるほどね。あった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 、はい、しました。なんでこんなストーリー専用アカウント作ったんですか、あれさ。ヒロシが暴言入ってくるから。めちゃめちゃ根に持ってる。絞りたいなと思ったよ。あ、なるほどね。まあまあ、監視してるだけのやつもいるから。まあまあまあ、確かに監視、監視誰が監視してるんですか、ね、ねえ、早くさん、早くフォロー許可してよ。フォロー許可見えないじゃん、ストーリー。え、見した？え、してないんだけど。やっぱ二大政党制なんだよ。よし、これで早瀬さんのそれ見れるわ。やっと早瀬さん、そういうことしてくれるんだったら全然コーチになってもらった方がいいと思いますけどね。いやいやいや、ちょ、ブチと二人で組んでコーチを見てください。いや、できるよ、できる。やっぱね、その分析する項目がやっぱ違うから。なぜかというと、ブチはね、こう分析担当って、分析コーチみたいな感じとか。僕はデータ取ってるんだけど、それは全然やっぱこうやってることが違う路線なわけじゃないですか。まあ、全然共存できるし。個人の趣味ですか？個人の趣味。早田さんまだ現役ですから。まあ、まあ、確かにね。いや、結局いいな。でも高知県選手だってできるからね。あ、そっか。まあでもみんなそれぞれ自分でやるべきだと思うんですよ。試合に勝つしたら、味方の癖とか。違う。なんかで、なんかで食べないですよ。ね、意外だよね。だから、ね、なんか食事とかも結構マックとか普通に暮らしい。そう、俺も聞いた、さっき。いや、その辺いろいろ試合前どういう過ごし方するのみたいな。練習行かなかったらもう太っちゃいますじゃん。そう、意識高い系かと思ったら意外に雑だった。確かに反りそう、反りそう。でもなんかアズベールは全然試合前相手の分析とかほとんどしないらしいですね。相手の分析とかほとんどしない。ちょっと頑張ってるけど。でなんかこの、あ、だからこのやってるっしょ。ちょっとやってます。あ、それみんなに共有してんの？はい。でこの前それでフーガのやつあげたのに、それで失点したからもうやめて。青い目。見てなかったんじゃないですか、それ。大丈夫？
え、結構頑張ったよ。3試合ぐらいかき集めて、それで伝わったなと思ったら役に変わっちゃうけど、なくなっちゃう。薫もなんかそんな感じ。まあまあでも分かっててもやられるパターンはあるけど、その内容によるわ。こいつ絶対分かってなかっただろうみたいな。やってくれちゃうね、見ないやつが絶対いるやん。俺すぎてちょっと引いちゃうっていう。まあでも大体分かる、プレー見ればこいつ見てねえなみたいな。確かに分かる。だって昔もう2部時代ぐらいまでは毎試合毎試合の得点シーン失点シーン全部整理して共有してたのを覚えてますよ。そのポリさんもそう。もう俺もみんな見たも見てないなと思ったからもうやめちゃった。そうなんですよね。6年ぐらいずーっと5年6年ぐらいずーっとやってたけどね。もういいやつ絶対見ないから。まあまあね、カジュアルが1分も見たんですよ。カダンさんでもなんか最近やっぱちょっと危機感が芽生えてるせいかいろいろ見たり聞いたりして。前半1回、この前1回とかしましょう。出てるんですよ。そうでした。ちょっとびっくりしました。もうちょっと出てるかと思いましたけど、カツが2回出て、カダヤが1回出て、周平が1回出て、ブリアリオで、まあ今の回出ました。ブリツさんそれ自分もやってるよね、確か誰どれだけ出したみたいな。まあ今やってるかどうか知らんけど、ところ見てカダヤだって相手のやつすらやってたじゃないですか。びっくりした。あ、これだね。そう、うちの分析官やばいから。キックインとセットプレーやってますコーナーと分析。あ、その相手のスカウト。はい、全然やってる。自陣も敵陣もやってる。やばいやばい。普通だよね。やばい。でもブッチちょっとノックがあってミーティング試合始まる前ちょっと話長くて、俺はそれがすごいみんな嫌って。そう、俺も曲がったちが早く終わるよみたいな雰囲気出してが、お前らもうちょい我慢しろ。ちゃんとカンスケとか見てた、あいつら試合前です。いや、あいつら明らかタイムに出すからもうちょい我慢せえと思って。すごいね、出してたね。まあでも確かに、確かにあの日ちょっと長かったかも。だからあれやるんだったらセット間で最終的に。まあね、クリアソン、しかも真面目だからさ、クリアソン特に話すこともなかったから、そこまで。もうどうしてもしょうがないよね、そこは。熱量すごいな。僕が聞いた感じだった。あんなのできないよ。現場で新宿でやることあったら決勝が。まあ、どんだけ時間かかるかよ。そうね。常時より時間かかる。そうだね。常時半分。常時半分。常時半分。日4、5時間ほんとそれ見てるから。まあそうそう。いや僕そこら辺は。いや本当か知らないけど、マジソーマもめっちゃ見るらしいよあいつ。もしあいつも結構マニアっていうか。だってオーシャンズカップ全試合見たとか。あ、そうなの。キープできるのすごいね。全試合。本当か知らないけど。そういうタイプらしいですよ。そうなんだ。カディアを打つにはカディアって多分総理解がセカンドのメンバーでできないから、もう私かヨちゃんかってなるかもしれないけど、確かに多分だけどグルジアって言われたり言うとそうっすね。指名は万が一途中から 4-0 に切り替える可能性があるっていうのも思うとヨちゃんよりは私の方がいいのかなって。ヨちゃん絶対若いことはない。グルジアっていう方みたいな感じが多分現地でやります。キーウとか確かにグルジアっていうぐらいの。ね、じゃあ次飯食うときはコバ君はオーキングファミリーかな。オーキングの選手としてね、こうやってまた選手入ったら多分俺使い物にならないです。選手としてね、こうやって食を囲めるかなって。平日動かなかったらもうやばい。平日こそに行けばいいじゃん。てか別にね、うち平日やるってやつがたくさん増えればやっていいのよ。多分増えない。増えない。今すごい増えてないから。確かに。俺はいつでもやりたいから。私はね、私はいつもやりたいから、それをみんながやりたいかどうかだから。そうだね。やりたいっていう人が率先してこう何人かこうパッて入れるわ。おいよやろうやろうってやるから。だって遊ぶとか平日だったら行けないでしょ。行けるでしょ。行けるけど来ないだけでしょ。まあそれもあるし、いや無理無理。疲れる。だって同じ仕事だから。だって朝やばいでしょ多分。え？朝練習平日終わって次の日に。あれでしょ、夜でしょ、やるとしたら。女と遊ぶね。それか朝6時8時とかでもいいよ。職場のフリーがエフリーがもうそれバラバラない。うちは多分平日練習することない。あるみんなそこまでやる気ない。みんながやりたいっていうのがあるよ。俺はいつでもやりたいから。でもカット上がっちゃう。だって今田勝介その話が出て、あの成功した試しないもん。一回試したけどね。3回ぐらいできる。一回年前で試したけどね。三回ぐらいそういう話出てる。年前で試したけど、りょうかちゃんしか来なかった。りょうかちゃん、うのちゃんと話しないしかないから。そうね。大体そのメンツはね。俺はいつでもやりたいからね。コバが入ってくれたらやるよ。
いやーでも本当にコンディション整えるのすごいなと思います。そうだよね、すげえ本当にみんな各自でやってるよね、なんかやってんのかみんな。俺その辺わかんないけどやってなさそう。まあでも大学生ってあれか、確かに平日練習したけど掛け持ちしてたりとかね。あと誰、大人は聞いたことあります。陽ちゃんは走ってたけどね。まあ陽ちゃん確かにやってそう。バカでかいって知らんだけど、頭のところに人間の上半身がついてて、だって来されるもこないからね、平日夜の。で、なんかあの文字が平日夜8時10時とかさ、たまにあるんだけど、8時10時もそれが全然、ジェネシスのメンバーしか来ないから。トップのやつはみんな来ないから。カツとかどうしてんだろうね。カツあいつ、いやだから中野さんがね、最初サボらしくてきてる。なるほどね。そうなんですか。なるほどね。意外とじゃあみんな動いてる。ブラック、あれ、レッドアイズ、ブラックドラゴンのデッキ。その目とこう組み合わせで決まってるんですね。ブルーアイズの赤、レッドアイズ。あ、そうそうそう。ブラック、対になるカードなんで。それはまあ人の方が体力的にはみんなで回すから。みんなっていうか。でもね、周囲の活動であれだけの強度を保てればね、まあ、上位でしょうよ。まあ、カウントはあれだけにね、それで、まあ、どうかなって感じないかな。え、それはない、遊戯王的なやつを作ろうと思ったんですけど、なかなか枚数が。周囲じゃ厳しいねっていう意見が上がれば、多分週3になるだろうし。すごいですね、本当に。安住は週何なの？週3ですね、今日は。平日2の平日3。みんな参加率9割が8割ぐらい。あ、もう 9割から10もある。あ、そうなんだ。結構みんな真面目です。真面目だね。遅刻はしますけど、みんな。あ、まあ平日の夜活動するのからね、まあ、遅刻はしまないでしょ。でもすごい真面目な、競争も激しい。競争激しいです。じゃあ真面目にならざるを得ない。めちゃくちゃ危機感でしかないですよ、俺も。ゲーム破壊をしないようなね、チームによっては視力が逆に練習来ないってあるからね。あ、ありますね。相手のやつはサブ面しか参加率良くないみたいな。じゃあ全員殺せ、視力の参加率すごく低めで、ね、微妙に作り出してて、あ、なんかね、全然勝てなかった。それはずるいっすよ。ティラノサウルスとかさ、全部取られるし、あっちに八王子の時はもうファイルに取られるっていうのが、あの合併されるっていうのが秋ぐらいに話されて、でみんなやる気なくなっちゃって練習来なくなったっていうのはあるけど、あ、そうなんだ。もう全員集まるか全員来ないかしか聞いてないです。あ、そうだよ。あの、まあ、じゃあねっていう。そういえば思い出したけど、チームに合う合わないはやっぱあるわ。まあ、うちにもヨシヒコっていうめっちゃうまいやつ入ったんだけど、マジで身元がルーズすぎて、身元っていうか、あの何、なんかもう時間とか、そういうのがルーズすぎて、やっぱ結局うまかったけど、合わないでやめちゃった。会話としては、何やったっけみたいな。アズベの中で一番ルーズなのね、その多分。新宿に何がルーズなの？たまにそういう感じ。たまに遊びしじゃん。でもそのたまにのね、頻度がね、まあ頻度は落ちないじゃない。たまに電車待ち乗り間違えちゃう。ああ、それやっぱ何でさ。俺らも見ようやっぱ。ブッチもこの間電車乗り間違えたから。あ、俺らだっけ。珍しかったね。珍しかったね。罰金とかはない。罰金ないですか。罰金ないんだ。やばいですよ、うち3000って。え、マジですか。結構高いっちゃ、もう高い。フェニックス5000円らしいです。え、嘘、すげえな。フェニックスすごいね。さらに上がいた。結構上がいた。フェニックスでもなんかね、秘密厳しいんすか。してそうだもんね。いや、なんか厳しい感じがする。え、でも5000欲しいなんでしょ。ダメさ、見た目とか言わないイメージ。だからもう、ちゃんとしてんの。4人で乗り合わせ行って、で、遅刻しちゃったら、その遅刻した人が1人3000円で、9000円で。なんか他の友達で、あの、小1、小2、千歳。まあ、今日来てた頃はすごいマジいい人そうだったけどね。たまにフェニックスすごいな。フィールドもうまいですよ。そんなにね。足元もあります。クワトロやってきてやーとか言ってる。クワトロむずいなーとか言ってますよ。あ、そう、昨日の朝来たからね。昨日の朝の小猿に来て一緒に、そう、神キングと一緒に、神キングメンバーと一緒に練習してクワトロ。昨日の朝クワトロむずいなー、あいつもすげーなーとか言って。いいでしょ。
フットサルちゃんけんでしょ。でも結婚してますからね。そうですよ。朝何時出勤？多分だけど2人とも僕のことを絶対知ってるはずなんです。遅くない？あの学校行ってもっと早いの。え？早くない？早くない？さすがに9時から積み込みして。え？そんな早いの？そうそうそう。早すぎない？場所によってしまう。場所によってしまう。え？早っ。確かに6時って早いよ。早っ。明らかに僕の実力を見誤ってるのが悪い。じゃあ何時にトラック出てるんですか？9時ぐらい。10時ぐらい。10時前ぐらい。それは練習来れるじゃないですか。練習も来れる。わかんねえな。立山彦くんは何やってた人じゃん。しかしね、トラックで行ってる、それともなんか普通の一般車で行ってる。トラックで合唱だったらね、100メートルが分かるから 1.5 で合唱部だったし、すごいな。10時で前でも俺はアカデミーやってる。なんで僕一瞬今考えたら生協使うのって家族持ちばっかり。家族持ちばっかり。独身の人とかあんま使わない。独身はあんまない。おばあちゃんかお姉ちゃんか。俺はアカデミー出会いもして出会いが、じゃあ出会いはあるわけじゃないよね、仕事中の出会いはね。いやけどダメ、さすがにダメ。ダメなの？ダメでしょ。ダメなの？ダメでしょ。そう、いいんじゃないの？気にしないでしょ。気にしてんの？都会だけど。いやでもなんかもうあれです。もうそういうの気にならなくなります。自分たち都会だと気づけない。可愛いとかで通過点でしかない。え、俺あるよ通過ポイント。あんの？あ、やばい。そうなんだ。確かにコボはなんか喜んでそうだけど、俺はまだ近いから通過ポイントみたいな感じ。あの30番目の誰々ちゃんが可愛いからそこまで頑張ろうって思ってた。あと半分だとか純粋だから、もう言っちゃうから、あの言わなくていいこと言っちゃうタイプ。そうそう、自分でボケ通ると思う。南側の方が豊かなんだよ。そんないっぱいグループあるんですか？いや、2つしかないよ。その選手のラインと、あと運営ラインっていって、マネージャーと、その首脳陣的な、キャプテン、キャプテン、風紀員とか、その役職持ってるやつ。レンジャーライン。そうっす。あ、そうか、なんか3つですか、いか。選手だけのラインとか、あと戦術用のラインとかって、なんかいっぱいないんですか？ないないない。もう戦術とかはもう全部その選手のラインのところに。へぇ、うち結構分けてます。あ、そう。すごい、めんどくさい。4、5個ぐらい。3、4個ぐらい。もううちはもう一括管理でもう。で、わかんない。だから、ライン数がすごすぎて、見てないのかもしれない。動画とか。みんな、来すぎだよ、みたいな。それ、確かに、戦術用だけで来てたら、もう、確かに。そんなのね、ノートに分ければいいわけだから。もう、確かに。心が、ここまで綺麗なのは珍しいですか？おー、ベタ褒めですね。たまにちょっと発言が軽いから。本当はあれだけど。コボも青金、キャラ的には青金向きですからね。向いてる向いてる。マジ向いてるよ。向いてる向いてる。活動頻度がね、ちょっとね。でも大学生がどういう絡み方するのか気になるわ、コボと。いじりに行くんかな。あ、なんかゲーム中、アズメと試合した時、コバ君が決めて、シャーみたいな感じやるやん。それを今、カンスケが、ひもとか言っちゃう。あ、そうっすか。そうっすか。あ、そうなんだ。カンスケそういうの。カンスケそういう感じや。あ、そうね。アスリランチ系ってわかる？ちょっとシャレい感じ。あ、まあ面白いな。いやでも動画見たら俺が手に入れた時カンスケすげえ喜んだからちょっと安心しちゃう俺。本当？うん、喜んでる。そんなこと言ってたんですか？そんなこと言ってたんですか？なるほどね。確かに敵だったらね。そうだか。まあ確かに闘争心あるからな、もともとが。面白いなぁ。なるほどね。確かに言いそうだわ、敵だったら。伝わないかも。味方だったら変わってるかもしれないですよ。そう、味方だったら。まあ、対戦だからね。確かに対戦相手だからっていうのはあるわ。かわって。あの、早い子っすよね。そうそうそう。すごくうまいですよね。いつかはね、コバがチームメイトになってくれるかな。まあ、マジであの子は本当にすごいですよね。すごい。今一番東京都で一番すごいドリブラー。パッと見分からないですか。ね、なんかもう、今年は失点少ないですけど、意外に点はその取れてないですね。
そうですね、今年取れてないですね。結構不思議で、去年めっちゃ取ってましたけどね。絶対上がってんじゃん、今年の。やっぱなんかあんま点取れてないから。あ、まあある程度その対応対策というか、まあそういうのもあるかもしれない。警戒とか、はい、昨シーズンは降下争いからのリーグだったんで、まあある程度入りやすいと思います。去年は優勝争いからのリーグ戦なんで。ガンチュになかったよ。ガンチュになかったよ、去年は。マジで。弱いと思われてた。ジェイソンね、ヨウちゃんのことすごい研究してて、全然パラレラがもう、まあまあまあ、ヨウちゃんのパラレラはもう見てて見てて長いわな。キックオフの時から言ってましたもん。パラレラグーズ、パラレラグーズって言ってた。ヨウちゃんはパラレラしかできないから、ジャグルしかできないから、ちょっと相性悪かったと思うね。やっぱそこで、まあ、警戒され始めた時にどうできるか。そうですね。でもクワトロのクオリティ高いっすよね。いや結構高いけど、なんか、なんかでも終わった後カウレはもう全然納得しなかったね。でクワトロクソうまって思ってます。でもうまいうまい、今確かに最近うまい。ボール回しはうまい。前進してるからさ、時ボール取れる感じしないっていうのは分かる。攻撃は交代なしでフルで出てるから、やっぱ後半ね、きついとこと、それでちょっと回しが、後期フルか、連動性が落ちる、関数も長いし、カオルがもうね、あの試合終わった後飯行ったんだけどね、若者たちと全然納得してなかった。あ、そう、何納得したの？ボール回しひどすぎる。ボール回しに納得しないの？どこでポイントなの？どこだっけな、あれ遅い時間でしょ？遅い時間だった。で、今までとかどこまで行ったっけ？誰で行った？そう、まあカオルトモ、あとは私、島、違う、え、私で誰だ、でそのメンツぐらいで、あ、そう、4人ぐらい、お4人か、陽ちゃんはなんか、そう、なんかチャリで帰って、あのカオルがよく使うの、レンタルチャリみたいなで帰って、陽ちゃんだけなんか結局飯食わなかった、行く雰囲気だったのに。そのメンバーだとカオルしかクワドラおらん。カオル、コウキ、あ、あとコウキ、コウキか、うん、なんつったの？いや、なんかもうなんか覚えてないけど、不満たらたらだった。カオルカオルだけでしょ。まあ、カオルは確かにな。え、でも、いや、でもなんか言ってた、コウキも、まあ、ひどかったっすね。マジ、うん、そうか、そうらしい。なんだろう。え、でも全然、明らかにクオリティ上がってる、あの、さ、特に最初のセット、シマ、カオル、コウキ、カンスケ、ナビヤさん、ヒゲさんか、見てもらった。そうなんだ。なんだろう。天丼は取ってないからね。そうですね。天丼も取ってないですね。天丼見るやつ、シマちゃんもちょっと不調だったかな。まあ、若干シマとコウキのシュート頼りみたいなのがある。あと言ってたのが、なんか押し込んだ後どうしていいか分かんないみたいな。だからコウタがね、今年は出場時間短いんで。コウタが3-1からクワトロになってるから、そこがな、どうかな。なんかそこをちょいちょい議論上がるけど、コウタは間違いなく 3-1 の方が適してる。よく聞くけど、俺は。まあね、クワトロよりは。俺もそう思う。ただなんか、その枠がないから、クワトロに置いてるだけで、みたいな。あとそう、あの、カオルも言ってた。コウタさん怪しい、つってやった。怪しいよ、やっぱ。動きが怪しい。動きが怪しい。クワトロも怪しいよ。でもそれをさ、ポテンシャルで進化して、パスとかできるかさ。そう、あと細かいとこはまあ上手いから、そこで打開できたりするけど、やっぱ動きは怪しいって、もうカオルが言ってたし、まあ確かに。得意力上げるんだったら確実にコウタは必要だよ。そう。ポテンシャルで、ちょっと強くあいつ。まあね、そのゲーム運びを、まあ、どう考えるかだよね。ランナー戦、こう確実なゲーム運びをするんだったら、いや、ちょっとコウタじゃないやつを使った方がいいと思うし。あと、まあ、カオルは得点力上げるしかないよね。壊した後のシュートの中学生みたいな色が。あとで動画見て、ちょっと笑っちゃったわ。あんなに見事に壊しといて、この威力か。あ、だからそう、カオルが言ったのは、コウタと周平逆でしょ、みたいな。周平、あ、周平がクワドロはコウタでしょ。うん。
まあ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 確かに。まあでも周平が週3、1入ったら入ったで、まあ、また違う味出せるから、まあこっちはいいんだけど。周平すごい、カズヤと一緒に1回ぐらいしか実質前半後半1回ずつぐらいしか、カズヤと周平が。まあ人がね、コア君大丈夫、めちゃめちゃくっちゃべってるけど大丈夫そう。青キングが飯クソ長いから大丈夫です。いや、まあ、ちょっとカットが長いな今日は。ちょっとカット多いでしょ、そうですね、明らかにカット多いです。絶対流しちゃいけないのいっぱい入ってる話。間違いない。まあ、流すかどうかは要検討です。マジ心構えしてた方がいいよ、ホイさんは頭おかしいから。マジでグレーなの普通に流してもいいから。大丈夫ですか、皆さん。長いですけど、これをカットするにもね、聞き直さなきゃいけないから。確かに全部消してもいいんじゃないですか。正直しょうもない話ばっかりしてる。逆にハヤトさんとあの対談面白かった。面白かった面白かった。まあテーマがあったからね。テーマがね、ちゃんとしてたから。あ、そう、変なあれじゃなかった。今日はノーテーマだからね。じゃあそしたら締めの言葉でいただきましょうか。コウちゃん、どういう女の子がタイプなの？ちょっと今、アピールしてて、誰が見てるかわからないから。1000人いますよね、登録。まあそう、全員見ないから、誰全員見ない。手優しい人じゃないですか。優しい人、優しい人、コバ君、今、フリーみたいなんで連絡ください。どこに？LINE で。あ、コメントください、コメント。コバ君と付き合いとは、付き合いたい人はコメント欄へ。ゼロっすね。いやいや、わかんない。じゃあ同い年の長瀬君も、はい、今日は格上のカントリーガーのコバ君に朝コサリに誘ってもらって、すごい刺激受けたんで、また上を向いて頑張っていきたいと思います。上を向いて、結構真面目やん。確かにカントリーガー2人いたからね、今日。確かに。じゃあ楽しい対談でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ほぼほぼ勝ってた。